カブカブパーダイスです個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経178円下げましたね。 で、前日のダウはね、3日ぶりの反落だったんですよね。利益確定売りに押されということだったんですけども、まあ昨日までね、お伝えしていましたが、ずっとね、史上最高値を更新していたわけなんですよね。うん。でね、ナスダックもね、史上最高値をね、まあずっとね、更新していたわけなんですけども、まあ昨日のね、ダウはとにかくね、ちょっと下げてしまったということだったんですけども、まあそれでですね、日経がね、それに釣られてね、続落というふうにね、書いているんですけども、 うーん、まあ、これだからね、4日連続でね、下げているわけなんですけども、その間ね、ダウはね、上げていたんですよね。上げていたんですけど、その時になぜかね、日経はね、自分だけ下げていてですね、で、今日もね、下げたということでね、下げる時だけね、付き合ってね、上げる時は付き合ってないわけですよね、これね。うん、日経ね、もうちょっとね、頑張ってくれないとっていう感じですけどもね、まあ、それでもね、 この山をね、今ね、こう、2個作っていてですね、まだね、こう、反撃の余地はね、十分あるかなというふうにはね、思うんですが、それにしてもね、ちょっと情けない感じではありますけども、75位戦のね、ここまではね、来ないでね、なんとかですね、そろそろね、爆上げしてほしいんですけどもね、3万円にですね、また近づいていってほしいと思います。頑張ってください続いて、マザーズですけども、はい。マザーズはですね、なんとかね、盛り返しましたよね、うん。 ちょっとだけですが、75日戦からね、またちょっとね、上に出てきましたのでね。はい。うん。まあまあまあね、なんとか良かったと思いますけどもね。このままですね、75日戦の下に抜けないで、上の方にね、ドカンと行ってほしいと思います。頑張ってください。以上、慈合関連でした。続いて、テーマ別、テーマ別ですね。まずはね、連日のメタバース関連ですけども、 はい。メタバース関連ですね。今日もね、またまた盛り上がっていますけども、今日はですね、理系がね、なんとストップだからね、変われましたよね。おめでとうございます。 いやー、理系がね、こんなね、ストップ高に張り付くっていうのはですね、本当にね、もう、いつ以来なんでしょうかね、これね。でね、まあ、全戻しの理系っていうことでね、まあ結構ね、そういう定説があったわけなんですけども、それをですね、覆すような形でね、今日はストップ高で引けたということになりましたね。はい、おめでとうございます。うん、明日以降もね、どうなるかね、とても気になりますけどもね、頑張ってほしいと思います。そしてですね、夢展望の方なんですが、こちらはですね、なんとね、2日連続のよらず のストップ高となっていますので、明日はね、いよいよ上に値幅4倍チャレンジですけどもね。 はい。どういうふうにね、なるかね、こちらもね、気になりますね。見ていきたいと思います。それで一方ですね、ちょっとね、結構ね、このメタバース関連もですね、入れ替わりが激しくて、この SUS はですね、残念ながらね、今日はストップ安まで売られ、そしてシーズン面はですね、2日連続のね、ストップ安ということになってしまいましたね、残念ながらね。うーん。で、メタバース関連もね、これテーマ性がですね、まあなかなかね、大きい話で面白いんですけども、次々とですね、新しい名 柄がね。出てきて、まあ変わっていくというようなね。感じにはなっているので、その辺のね。ちょっとリスク管理はね。しっかりやっていきたいと思いますけどもね。はい。以上、メタバース関連でした。続いて半導体関連なんですけどもはい。半導体関連ね。今日地合いがね。悪かった割にはですね。 ここに入れている半導体関連の銘柄ですね、割とね、上げてきましたね。うん、良かったと思います。でね、特にこの毎日見てるマイボックスなんですけども、今日は7円上げてですね、0.59%上げたということになりましたね。はい、おめでとうございます。うん、まあまあまあね、あの、要線で良かったと思うんですけども、ただね、ちょっとね、この横横ボックスからね、一回下にね、抜けてしまったんですよね、実はね。うん、まあ抜けてはしまったんですけども、戻ってきたのでですね、まあ良かったかなと、いう気はね、 しますけどもねうんということで、横横ボックスの、ね、幅をねもうちょっと下の方にねこう下げてみるという感じでね、ねちょっとうまくここでですね整えながら上の方にねどんと行ってほしいんですけどもね、なんとかね。はい 頑張ってほしいと思います。以上、アンドウタイ関連でした。続いて、直近の IPO ですけども、はい。先週ね、上場したばかりのですね、フォトシンがですね、今日はまあ3%ね、また下げてしまったんですけども、しかしですね、このチャートを見るとね、まあ今日陽線で、それでね、昨日とね、おとといのですね、ここのところがね、一応底値って感じにはね、見えるんですよね。うん。でね、今日もですね、ここまではね、一応下がったんですけども、しかしね、上がっていったということがね、ありましたので、なかなかね、ここはですね、底値感、 がねね出てきたかなというのは、ね、あるんですけどもね、うん、どうなりますかねで、ただですね、とにかくね、公募価格はね、1500円なので、ここなんですよね。うん。全然ね、今下の方にいるので、まあ、これをね、ミスプライスと一言で片付けるか、はたまたね、まだまだ割安感が漂ってますよというふうにね、考えるかどうかなんですけどもね。はい。どういうふうにね、なっていくか、見ていきたいと思います。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ。 新ネタのコーナーに行く前に、株株パラダイスからのお知らせです。株株パラダイスは、早耳情報会員サービスというサービスを開始いたしました。詳しくは、こちらの動画、新情報サービスついにスタート、改訂版3という動画をご覧ください。会員登録していただいて、一緒に株の相場を楽しんでいきましょう。それでは、新ネタ。はい、新ネタですけども、まずはね、日本通信なんですが、 はい。日本通信はですね、今日は2円上げて 0. 1.9。7%上げたということだったんですけども、大引けもにね。なかなかいい ir を出してきましたよね。日本通信電子署名法に基づく認定をしとくということにね。なりましたね。はい、おめでとうございます。うん、これね。なかなかいいんじゃないですかね。まあ、特にですね。今ね、日本通信はフィンテックのね。なんかプラットフォームをねやってるんですよね。うん、この動画でもね。1回ね。話をしたことがあるかなという風うにね。思うんですけども、もうんまあ。それにもねプラスにかなり働くんじゃないかということも。 あってですねこれはね、なかなかね、ポジティブにね、働きそうなね、要素ですよね。うん、よかったと思います。頑張ってください。続いて、IB 化粧品なんですけども、はい、IB 化粧品ね、今日はですね、18円下げて2、2%下げたんですが、大火消後ゴですね、なかなかのね、決算を出してきましたよね。紙機形状が黒字不上で着地、4月、9月期は2.8倍増益と。 いうのね出してきましたね。はい。おめでとうございます。うん。まあまあまあね、なかなかいいんじゃないですかね。で、IB 化粧品といえばですね、前にね、この動画で紹介した時にはですね、このね、頭皮のですね、なんかね、薬をですね、特許をもらいましたよ、ということをね、出してきたんですよね。うん。 ということで、その時はその時でね、なかなか盛り上がったわけなんですけども、はい、うん、なかなかね、いい決算で良かったと思いますが、ただね、今まだね、増収なんですよね、うん。で、残りがですね、まあ、10万株ぐらいですけども、まだ残っているので、 でね、ちょっとね、割とね、この IB 化商品でね、板が薄いんですよね。うん、板が薄いので、なのでですね、まあ、このね、10万株をですね、どういう風にね、こう、ちょこちょこ分けながらね、あの、増資していくかっていうところがね、ちょっと気にはなりますけども、はい、そこだけ気をつけてね、やっていけばいいかなという風にね、思いますけどもね。はい、頑張ってほしいと思います。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、11月10日の注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずね、このグローバルウェイなんですけども、 はい。グローバルウェイ内今日9%上げましたね。おめでとうございます。でね、ここのところですね、ずーっとね、ちょっと陰線でまあ、下げていたということだったんですけども、今日はね、反発して9%上げましたね。うん。でね、今日の大引き後にですね、決算を出してきて、連結計上損益は2億2000万円の黒字に浮上して着手したということでしたね。うん。 で、今期の計上を29%情報修正して最高益の予想を上乗せしますということでしたけどもね、はい、うん。でね、これだけ見るとね、なかなかの決算でね、情報修正もね、いいかなというふうにはね、思うんですけども、しかしですね 今までね、所有している、まあ、仮想通貨のですね、思惑でね、なかなか爆上げしていたということと、それからですね、まあ、何かね、一緒にね、サプライズ的なね、IR がね、まあ、今回出たわけではなかったので、ちょっとね、そこまでね、上がりきるかということはね、あるんですよね。うん。なので、今日ね、上げた12%ぐらいの間でですね、まあ、終わるか、ひょっとしてね、ちょっと期待外れでね、下げていくか、まあ、ちょっとね、わからないですけども、うん。まあ、どういうふうになっていくかね、 ていいいきたいと思います続いて、フロンテオなんですけども、はい、フロンテオですね、なんとね、今日はですね、8%上げましたね。はい、おめでとうございます。 いやーすごいな、本当にね、もう今ですね、フロンテはね、ちょっとした IR を出しても、ですねガン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 と、ね、上がっていくというふうに、ね、なっているんですよね、いやー、本当そうですね、うんで、以前はですね、そういう何かね、IR を出してもですね、すぐにね、空売りにね、潰されてね、こう沈んでいくというような株だったんですが、ここのところね、ものすごい勢いでね、ガン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 上げているんですよね、うん。 とオートメイターの相互接続機能を活用し顧客環境に置かれたデータの迅速な快速に成功というものをね出してきたんですよねはいおめでとうございますいやーすごいなとにかくねうんただですね来週のね月曜日のね11月15日が決算の発表予定なのでちょっとねその辺はね気にしてねやっていきたいと思いますけどもねどういう風になるかねはい見ていきたいと思います ついて、シンプレックスですけども、はい、シンプレックスもですね、今日はね、いい感じでね、4%以上上げましたね。はい、おめでとうございます。うん。で、このチャートもね、なかなかいい感じなんですけども、ただね、今日はですね、結構ね、上品をつけてね、ちょっと下げたんですよね。うん。で、まあ、日経のですね、こう、下げている時に一緒に下げてきたので、試合のせいでね、まあ、下げてきたかなという感じはね、しますけどもね。まあ、それでもね、5%近く上げたということでね、良かったと思いますけどもね。うん。なので、試合さえ戻ればですね、ここのね、上品を、ね きっと取りに行くんじゃないかというふうにね期待していますので頑張ってほしいと思います以上11月10日の注目銘柄でした続いて11月11日の注目はいケイ k 夢展望グローバルウェイフロンテオシンプレックス DLE インティメートマージャーユニバンス日本通信マイポックスサインポスト日本展開セミテック IB 化粧品 インクルーシブシーズメンこの辺を中心に見ていきたいなと思ってますそれではここで株株パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします はい、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。